裏世界ラボ。社内研修会の応募がゼロ。俺は大場大成、この会社の管理職だ。今日締め切りだった社内研修会の応募者リストを確認したところ、なんと応募者がゼロ。これちゃんと告知したのか、何かのミスじゃないか。俺は今から1年前に前任の部長が退任したことで部長になった。その部長が発起人となって3ヶ月に一度の研修会を行っていたが、参加人数が年々減ってきていたのは確かだ。しかし誰もいないなんてことはなかった。それがついにゼロ。社内研修に参加すれば上司の心象も良くなるし、何よりスキルアップにつながる機会だ。何よりめったに聞けない上司の意見を聞く機会だぞ。俺だったら進んで参加するのに、申し込み者がゼロ。なんでだ。行われていた研修会は社内研修と社外研修の2つある。社内研修は主に実務に関するスキルアップが期待されるし、社外研修の場合は外部講師などを雇って専門的なスキルや知識を身につけることが期待されている。いや、予感はあった。最近の若いやつらはモチベーションというかやる気が低いような気がするし、それは俺だけじゃなく他の役員たちも愚痴っていたな。みんな給料を上げたくないのか、仕事ができるようになりたいと思わないのか。わからん。若いやつらが考えていることがまるでわからん。その日以来、俺は今まで以上に新人社員たちの一挙手一投足が気になり始めた。見れば見るほどやる気のなさ、覇気のなさを感じる。どうしたもんか。おじさん、何悩んでんの。そんな時、遊びに来ていた甥っ子が話しかけてきた。勇気か。そういえば3年前に就職していたんだったな。少し尋ねてみるか。いや、最近の若いやつらがとかく消極的でな。この間なんか社内の研修会の申し込み人数が0人だったんだよ。そういえばうちの会社でも研修会やってたね。でも僕は参加しなかったよ。なに。研修会に出ればスキルアップするし、上司の覚えも良くなる。出世の近道なんだぞ。だって別に出世してもメリットなくない。俺は甥っ子の正気を疑ってしまった。やる気をなくしたのか、会社辞めたいのか。まさか。いい仕事させてもらってるし、辞めたいだなんて思ってないよ。そりゃ大変な日もあるけどね。じゃあなんで研修会に参加しなかったんだ。出れば会社人として成長できるし、上司だってやる気のあるやつだと思ってくれるんだぞ。そうすれば出世するし、出世したら肩書きもつくし給料も上がる。メリットがないなんてことあるわけないだろう。でもさ、僕にとってはデメリットの方が大きく感じられるんだよ。出世のデメリットって何なんだよ。理解できん。怒らないでね。まずデメリットに感じる一つ目は仕事が増えるってことかな。一見実務から離れて楽そうに見えるけど、頭を使うことが多くなるでしょ。それのどこがデメリットなんだ。やっぱり指示を出す側と出される側だったら、出される側の方が楽だって思っちゃうんだよね。それに会社の利益のために企画の立案とか部下の管理とかって大変そうだし。いやいや、そんなもの慣れれば大したことないぞ。企画の立案も考える時間があればそれなりにできるもんさ。でもその責任ってやっぱり役職なる人にのしかかってくるじゃん。それが嫌なんだよね。俺は驚きのあまり少しの間声さえも出せなかった。つまり責任が重たくなるっていうのもデメリットの一つってこと。理解ができん。なんでそんな風になってしまうんだ。責任を取らされるのが嫌なんだよ。それに部下の教育なんてとても僕にできるとは思えないよ。みんな自分のことで精一杯なんだから。精一杯？精一杯何をやってるんだ。もちろん与えられた仕事をだよ。そんなんでいいのか。与えられるだけで。いや、でもさ、管理職って大変でしょ。自分の上司からは圧力をかけられるし、失敗したら左遷されちゃうかもしれないじゃん。加えて部下からも嫌われちゃったらきついよ。心病むよ。確かにきつくないと言えば嘘になるが、いい上司を目指せばいいじゃないか。それが大変すぎるってことだよ。何より自分の時間ってないんじゃない。おじさんはどう。自分の時間？例えば家族との時間とかってちゃんと持ってる？僕はまだ彼女もいない独身だけど、やっぱり両親との時間だったり友達との時間を大切にしたいんだ。それは出世するとできないっていうのか。だっておじさんがそうじゃない。家に帰っても仕事のことばっかり考えてるんじゃないの。今だってそうでしょ。
確かに最近家族との会話も減った気がするし、一緒に住んでいる息子の顔さえろくに見ていない。いやでもだからって俺が間違っているとも思えない。だって俺はずっとこれでやってきたんだ。じゃあ一生平社員でいいってことか？金も地位もいらないってことか？悪役みたいな発言だな。いらなくはないよ。あったら嬉しいけど、自分の人生をかけてまで欲しくはないし、お金があっても自由な時間がなかったら意味ないじゃん。時間はお金で買えないんだから。時間はお金で買えない？頑張ればお金になるんだぞ。そうじゃなくてさ、さっき言ったじゃん、家族との時間、友達との時間、人によっては恋人との時間や子供との時間を大切にしたい、そういう人が増えてるんだと思う。実際2022年度の統計では、会社内で役職に就いている20代はわずか 15%、 将来役職に就きたいと思う人も 22% しかいないみたいだよ。ずっと使われる側の平社員なんて、それでいいなんて、そんな悪夢のような現実があっていいのか？社内競争に勝つための努力をし続けてきた俺にとっては到底信じがたい現実だ。まさかそんなにも多くの人が役職に就くことに関心がないとは。時代が変わってしまったのか。悲しい限りだな。そんなやる気のない人間ばかりが増えて、日本はどうなってしまうんだ。おじさんはこのことをネガティブに捉えているようだけど、やる気がなさそうでも前向きな人はいるんだよ。どういうことだ？起業をする人だね。将来起業したいって思ってる人は、その会社でノウハウを学びはするけど、役職には就きたくないと思うんだ。まあ昇進してから起業する人もいるけどね。そうか、そういう生き方もあるのか。俺たちの時代は大企業に属したら辞めないのが当たり前で、一生をいかにそこで過ごすかが大事だった。だから出世することだけが自分の状況を良くする手段だったが、今の人はそういうのに縛られないんだよ。大企業だって絶対じゃないって分かってるしね。だからやる気がないって軽蔑するのは違うかもよ。あとこれは僕自身がそうなんだけど、やっぱり副業や兼業サービスは導入してほしいかな。そんなことしたら本業に支障が出るだろう。実はそうでもないんだ。副業をすることで、おのずと外部の専門的な知識や経験ができるし、副業を OK にしてくれたら喜ぶ社員もいると思う。そうすれば社員力や組織力もおのずと高まってくるんだよ。本当にそうなのか？だって今僕が話した内容って、おじさんがやろうとしていた研修会のようなものでしょ。それを他人に言われていくんじゃなくて自分から行くんだから、吸収力も高いと思うよ。なるほどな。言われてみれば確かにそうだ。平社員目線で言わせてもらうけど、上司ってさ、正直何考えてるかわからないことって多いんだよね。だからそういう胸の内を少しでも教えてくれれば、出世のハードルも低くなるんじゃないかな。自分目線で見すぎていたのかもしれないな。会社の経営のことばかりを考えていた罰だな。勇気に教えてもらった内容は俺の心に深く突き刺さっていた。正直血眼になって仕事をして上司に気に入られることに生きがいを感じる時代は終わったのかもしれない。多分社員の人たちは労働と対価が見合ってないって思ってるんだよ。仕事時間外も会社に従って勉強しても本人にとっていいことがない。生きていく上で得たいものがあるとしても、それは自分で決めたいだろうしね。勇気の最後の言葉に俺は全て納得してしまった。少し若手の目線で考えてみるか。その日を境に、俺は研修会の企画を半分に減らすよう上層部で話し合いをした。そしてその分、若手との関わりを持つ時間に充てるようにし始めた。すると研修会参加者誰もいなかったって聞きました。そのすみません、突然私に謝罪をしてくる若手社員が現れ始めたのだ。正直接し方一つ変えただけでこんなにも素直になってくれるとは思わなかった。私は謝罪してくる社員に対し苦笑いをしながらこう話している。気にすることない、君らの人生にとって有益な研修だったらみんな参加したがるだろう。だがそうではなかったということは魅力的じゃなかったってことだ。だったら反省すべきは君たちじゃなくて俺たち上層部だな。そう話すと若手社員はみんな安堵した様子になってくれる。そして何気ない会話に発展させると、ある若手社員からこんな話があった。
部長、お休みの日は何してるんですか？いや、実は仕事の下準備ばっかりしてて、趣味らしい趣味がないんだよ。定年もそう遠い話じゃないし、なんかいい趣味ないかな。じゃあキャンプとかどうですか？奥さんと二人で楽しいですよ。よかったらいいキャンプ場紹介します。こっちの方が確かに居心地がいい気がする。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。